ロンドン地下鉄1992系電車は1992年から製造され、1993年4月に営業運転を開始したロンドン地下鉄セントラル線、ウォータールーシティ線用の電車。ロンドン地下鉄の2種類ある車両サイズのうち小さい方のサイズの車両群に属する。1992系電車は、 セントラル線で運用されていた1962、軽電車の置換用として、アブで2両1ユニット4組からなる8両編成85本が製造され、1993年4月から1962、型を2年間で置き換えた。本形式は元ブレルのダービー工場を引き継いだ設備で製造された。本形式の製造に先立ち、 1986計算量での長期試験が行われた。ロンドン地下鉄で初めての直波制御車で、イギリスの電車としてはマイクロコンピュータ制御され、装置間をネットワーク接続した初期のものと位置付けられる。セントラル専用85編成の製造後、2両ユニット10組がイギリス国鉄運営のウォータールーシティ専用として製造され、482、 軽電車となった。同線の運営が1994年4月1日にロンドン地下鉄に移管された際、これらの車両も同様に移管され、1992型に編入されている。本文中の車両形式略号などは、ロンドン地下鉄の車両形式及び、車両番号の付与方法を参照のこと。セントラル専用1992系。 電車外看板ク駅でのウォータールーシティ専用1992系電車。2006年の塗装変更前の姿。中央部2箇所が両開き、車端部2箇所が片開きの片側4扉で、先頭車はドア1箇所分を運転室としているため3扉である。ロンドン地下鉄で初めて外つり式扉を採用した車両で、 続いて製造された、ノーザン専用1995型や、ジュビリー専用1996型よりも側窓の、天地寸法が大きいことが特筆される。セントラル専用は製造当初から、ロンドン地下鉄標準の赤青白の3色に、塗装されていたが、ウォータールーシティ専用は、ネットワークサウスイーストの標準塗装とされ、2006年に、 更新工事が行われたイロンドン地下鉄標準の赤青白の3色に変更された。1992系台車1992型では、ロンドン地下鉄で初めて枕羽根に空気羽根を採用し、モノリンク式の川崎重工製、キロワット98系ボルスタレス台車を装着している。 セントラル専用1992系電車の車内更新後のウォータールーシティ専用1992系電車の車内車内はオールロングシートで全車手すりとシートの色がセントラル線のラインカラーと同じ赤系となっていたがウォータールーシティ専用は2006年の更新工事試工事ウォータールーシティ線のラインカラーに合わせた水色系となっている 1992型は、デッドマン装置付き右手操作のワンハンドルマスコンで制御される。取っ手を時計回り、または半時計回りに75度回すことで、デッドマン装置が解除され、取っ手を前方に押し出すことで加速、手前に引くことで減速される。セントラル専用は、全電動車の2両1ユニット4組の8両編成で、 ウォータールーシティ専用は2両1ユニット2組の4両編成で運用される。セントラル専用には DM と NDM を組み合わせたユニットと NDM だけで組み合わされたユニットがあるが、機器構成の違いにより DM は ADM と呼ばれ、NDM は BNDM、CNDM の2種類がある。一部編成には防効率装置付の中間電動車が組み込まれ、 BNDM とユニットを組んでいる。セントラル線東端部にループ線があるため、編成の向きは常時入れ替わり、各車両の電気連結器は車両の向きが変わっても問題なく連結できるよう配置されている。製造時の所有者が異なるため、セントラル専用とウォータールーシティ専用の車両では異なる番号体系となっている。セントラル専用では、 ADM には 91XXX の5桁の車両番号が付与され、下1桁は奇数番号のみとなっている。BNDM には 92XXX の番号が付与され、ADM とユニットを組む車両は下1桁奇数、CNDM とユニットを組む車両は下1桁偶数番号となっている。CNDM は 93XXX の番号とされ、 1> 下一桁は偶数である。DNDM は 934XX で、下一桁は偶数である。いずれも場合も、ユニットを組む車両の下三桁の番号は、同一となっている。ウォータールーシティ専用の制御電動車は、EDM、中間電動車は、FNDM と呼ばれ、それぞれ 655XX、675XX の番号が与えられている。 セントラル専用と同様ユニットを組む車両の下3桁の番号は同一である。ウォータールーシティ線は全線が地下であり、防抗装置付きの車両はない。セントラル専用1992型は ATO と ATP を併設する数少ないロンドン地下鉄車両の一つで、これらを活用した自動運転が行われている。ATO は実際に列車を運転し、 ATP は、起動信号を読み取って、運転台に制限速度、信号源時等を表示する。自動運転装置には、全自動、半自動、手動の3モードがある。全自動モードでは、ATO と ATP の全機能が使用され、運転士は、ドア開閉と、出発時に、スタートボタンを押す、以外の操作をする必要がない。半自動モードでは、ATO の機能は使用されず、 運転士は ATP の制約の下で列車を運転する。1992系の速度計は横軸表示され、現在の車速と目標車速が示される。全自動、半自動モードでは常に目標車速が表示されるが、半自動モードの際はこれに加えて、音声でも加速側、減速側のどちらに目標車速が変更されたかが案内される。 目標車速を超過した場合、アラームが明動するとともに、非常ブレーキが作動し、目標速度まで自動的に減速される。運転手が確認ボタンを押すとアラームは停止する。運転手の技量維持のため、日曜日などに区間を限定して、半自動モードでの運転が行われている。手動モードでは最高速度が時速メートルに制限され、時速メートルで、 主電動機への電流供給が遮断される。ATO と ATP は共に機能せず、運転士は目視で信号源示に従って運転する。このモードは ATP、または信号の故障時、または車庫内で使用される。1992軽電車はロンドン地下鉄で初めて自動放送装置を採用した電車である。放送の例を一家に示す。This is トッテナムコートロード、チェンジヒアホーザノーザンライン、ディスイズ、エ A セントラルライントレーン、ツーイーリングブロードウェイ、2003年1月25日にチャンスリーレーン駅で1992系のモーターが脱落し、落下したモーターに乗り上げた、後部3両が脱線する事故が発生した。同日午後から1992系全車が運行停止となり、不具合の原因となったボルトを交換し、 モーターの脱落を防止するブラケットを追設する、工事が終了するまで、セントラル線、ウォータールーシティ線が全面運休となった。一部区間での運行が、同年3月14日に、同年4月12日に全線で運行が再開された。更新車の外観全面の赤い部分が増えている。更新車車内運用開始後、約20年が経過した2011年から順次。 更新工事が行われている。水侵入対策のため、窓枠を交換、複雑で保守費用がかさんでいた各機器も交換されたほか、座席カバー、車内灯なども一新されている。全面形状も変更され、更新前より赤い部分が増えた。ウォータールーシティ専用の車両は2006年に1回、更新されているが、今回の更新工事の対象となっている。 ハービー 202P26 ありがとうございます。